あ、やばい、ちょっとなんかちゃんとしなきゃいけないってなったらあ、やばいやばいやばい。おはようございます、ドドチューブです。いつも9時に配信なのにおはようございますって言っちゃってるドドチューブです。こんにちは、こんばんは、お元気ですか皆さん。私はですね、ちょっと具合が悪いです3回連続3本撮りだから今日そんな急に具合良くなったりしないんだけど、まあでも元気出していこうかなって思って、今日はですね、またスタイリング の話を皆さん結構ちゃんとなんかコメントくださったりとかしてすごく嬉しい気持ちになるので、ちょっとやる気を出して今日もスタイリングの話をしていきたいと思います。はい、はい、大丈夫ですか。はい、はい、あのですね、この獅子杭のスパッツがすごく気に入ってるのと、アメリカンスリーブのニットも気に入ってるんだけど、なんか今までこのスパッツを紹介するときってオーバーサイズの T シャツとか、うんうん、オーバーサイズのジャケットを着て、なんかこの股はなんとなく隠れるように着てたんだけど、全然そんなことなくて、全部隠れなきゃいけないっていうことなくて、あ、知らないですよ、世の中的にはどうか。だけど私的にはなんかジムとかさ、なんかそのまま通っちゃっても行けるような格好だったりとかで一日過ごすっていうのも、私的にやってないですよ、ジム通いとかだけどなんかそういうスタイルも可愛いなって思うわけですよ。なのでなんかこうやってちょっとだけインして、お腹にインしたりとかして着たりしても可愛いかなと思ってます。で JW アンダーソンのジャケットを購入したので、これをね羽織ったりして、そうするとなんか一気にスタイリングしてる感じになります。こうやってなんか全然お出かけできるというか、うんうん、私的にはなんか打ち合わせとかなんかそういう仕事でもこういう格好しちゃってます。はい、2体目の格好です。先ほどはここ隠してなかったと思うんだけど、結局こういう風に隠してリラックスウェアみたいなのもおすすめだから両方あの皆様にお見せしたくてこういう格好しました。これはこの前 JW アンダーソンで購入した T シャツなんだけど、 T シャツ買う時って結構タイトなピタッとした T シャツか、うん、ジャストサイズかオーバーサイズかってその3択なんだけど、私は全部その3択すべて好きで、こういうあの一番大きいサイズ買いますっていう風に言ってこうやって買ったりします。そしたらなんか下スパッツとかゆるっとしたリラックスウェアができるから、で靴だけなんかちょっとだけ女性らしくしたりとか、あと帽子で遊んだりとかしてスタイリングをします。帽子どこんですか。ジルサンダーです。かわいいよね。いいこと思いつきました。はい、なんかリレー方式っていうか、さっき着てたものの一アイテムはそのままにして、うん、そしたらなんかこう着回してる感が出るからっていう風に思ったので、さっき着てた T シャツをボトムスを変えてスタイリングしました。でなんかすごくシンプル、白 T にデニムっていうのは本当に私の一番の好きなスタイリングなので、あれなんですけど、なんか靴とかバッグをなんか可愛くしてシンプルすぎない、なんかこうちょっとだけキャッチーなアクセサリーしたりとか楽しんでスタイリングを、夏もなので着こなすものがそんなになかったりするけど、私的にはアクセサリーとかの出番で楽しいなと思ってます。はい、さっきと同じ靴とデニムを履いてます。で、前も何度か紹介したことあるこのオーラリーのジャケットなんですけど、なんか中を水着を着ていて、この前のマリナちゃんが着てくれた獅子杭の水着なんだけど、黒のスポーティーなタイプの方です。でなんかさ、ちょっと皆さんもそう思ってるかもしれないけど、なんか海外のスナップとかだと、うんうんうん、なんか中をさ、こういうもうほんとブラ1枚だったりとか、うんうんうん、なんかこうベアトップ1枚でなんかジャケットバサって羽織ってるみたいなスタイリングをさ結構してるんだけど、日本だとなかなか難しかったりするんだけど、なんかちょっとした夜のパーティーだったりとかだったら全然なんかいけると私は思っていて、年齢関係なく、うんうん、でもね脱げないから、暑くなった時にこれ脱いで一人で
なんか都内のパーティーにいるわけにいかなくて、うん、っていう感じの状況ではあるんだけど、スタイリングとしては私すごくベストな、なんかこう可愛いスタイリングだと思ってるから、なんかちょっとしたなんか顔出すパーティーとかだったら私は全然こんな格好してっちゃいます。あ、やばい、ちょっとなんかちゃんとしなきゃいけないってなったら、あ、やばいやばいやばい、すごいなんかおじさまがいっぱいいるみたいな感じだったら、こうやって閉める閉めればなんとかなりますっていう、なんかこう、そう、そのぐらいしないとなんか楽しめないから、なんか今のトレンドだったりとか今のムードみたいなのを感じるときに、こう海外のスナップをよく見るんだけど、こういうスタイリングに憧れます。はい、さっきのジャケットを次は着回してました。で、そしてまたスパッツに戻ってきたんですけど、このジャケットスパッツっていうのが私はすごく気に入っていてで、またブラミセみたいなスタイリングなんだけど、オールブラックにするとなんかすごくフォーマルに、こう使ってるものはカジュアルなんだけど、例えばレギンスもそうだし、この中の水着もすごくこうちょっとスポーティーだったりカジュアルだったりするんだけど、オールブラックにすることによってなんかちょっとだけちゃんとしてる感が見えるから、なんかランチとか、なんかそういうちょっと素敵なホテルのランチとかディナーとか行く感じでも全然行けるかなって感じです。はい、これも JW アンダーソンで買ったバッグです。以上、ドド千春の5 days スタイリング月曜日から金曜日でした。バイバイ。